関の国気候は、柴良太郎の気候文集、街道を行くの第2巻。週刊朝日の1971年7月16日号から1972年2月4日号に連載された。旅の時期は、日韓が国交正常化して6年後の1971年5月15日から5月18日までの4日間。10代の終わり頃から朝鮮に憧れを抱いていた。 芝は兵隊として朝鮮の地を踏んだことはあったが旅行者としてはこれが初めての旅だった。韓国旅行者のミスチャとの事務手続きの様子が描かれ日程支配36年とその後の韓国の反日政策がこの旅を困難なものにするという予感を抱かせる。この旅は通常の観光旅行とは異質の日本とか朝鮮とかいった国名も何もないほど古い頃の 気分を、韓国の農村などに行って、もし味わえれば幸せだという目的を持つものだった。同行者は、案内役のミセスイム、写真家の井上博道、挿絵の須田国太、緑婦人、詩人の T、編集部の H である。芝は、文化人類学者の泉誠一とは、面識がなかったものの、泉の著作、チェジュ島に感銘を受けたエピソードがある。 大阪国際空港近海国際空港不山、近海の入り江、首郎欧慶州、仏国寺ともしかどうてぐらくとうこうふよいかの、ように、から、白らぎ、くだらという古代国家を旅する三部構成になっていて、最後に、大海から始まった、街道をよくにふさわしく、くだら滅亡後に、大海に亡命した鬼出州この墓を訪れた時の、模様が描かれている。ありがとうございます。